さて今日はこのカメラの話をしましょうかね。シグマ FP、まあ最近ちょっと出してきてなかったですけど、まあでも動画上げまくりましたね。まあそれぐらいこれ、このカメラによって私のこうカメラ感というか人生観、まあひどく言えば人生観みたいなのも変わったんですよ。で私まあ写真を趣味にしてずっとこうやってて遊んでるんですけど、このカメラに至るまではすごいこうレフ機一押しで、でずっと大事にしてたシャッターフィーリングとファインダーっていうのをにとらわれてずっとね来てたんですよね。でそれはそれで今でもあのもちろんいいファインダーの上では綺麗く見えるからいいなと思うし、シャッターが気持ちいいカメラっていうのはあるんですね。今でもなんかレフ機のシャッターを切ると楽しいんですよ。それはそれで別にいいんやけど、それじゃなかったらあかんって思ってたやつがそうじゃなくてもいいカメラに出会ったんですよね。で元々はそうじゃなかった、こう そういうつもりで買ったんじゃなくて、まあマリアノフォーカスの母艦として使おうと思ったんですよ。私はあのオールドレンズをたくさん持ってて、ちょっと広く言うと70-80本持ってるんですよね。でその母艦にして使いたいなと思って実は買ったんやけど、今こんな感じですよ。オートフォーカスのレンズを普通に1本だけつけてずっと使ってるって感じになったんですよね。でなんでこうなったか言うたら、もう一重にこの FP が出してくれる写真の画力ってやつですね。撮れる画力っていうのが、私も勝手に画力っていうあの言葉使ってますけど、あのすごいんですね。圧力がすごいんです、写真の。でちょっとすみません、1枚お出ししますね。最近撮った写真なんですけど、あの 京都編って京都のね紅葉の動画でも上がってましたけど、これ実は DP2 クワトロじゃなくて FP でこの 24mm F2 のレンズをね使って撮ったんですよ。まあ、絞り何倍だったか覚えてます。多分4ぐらいだと思いますね。まあ、広角なんでね、4ぐらいでいいかなと思って撮ったんですけど、この写真ってね、あの、意外とこういう雰囲気ね、まあ、パッと見た感じに似たような写真っていうのはどんなカメラでも撮れるんですけど、じーっと見た時にこう迫ってくる迫力感とかっていうのが、迫力感とか立体感とか、まあ、あの、嫌いな人おるかもしれんけど、その場を切り取ったような空気感を切り取ったような、そういう写真っていうのが撮れるんですよね。でその空気感って何やねんっていう話なんですが、私もよく分かってないんですけど、ちょっと大げさに言うと霧とかって空気ですやんか。あの空気が撮れるとも撮れませんかね、写真によっては。で撮れたらそれはまあ細かく言えば塵ですやんか。あれが肉眼で見えてるか見えてんかで、空気が見えてるか見えてないかっていう例えるならば、まああんな感じですね。でそれがよりもっとこう霧がかかってなくてもそこの時の空気を吸い取ってるような、そういう写真に見えるんですよね。でそれはそこまでこう複雑には考えてなかったんやけど、なんでかなと思ってた画力はには気にはなってたんやけど、この DP2 クワッドのねフォビオのセンサーを使ってから、同じ路線のその余計にパワフルな、もっともっとエグい写真が撮れた時のを見て、あ、やっぱりこういうことな、路線としてはこっちに行こうとしてるんやなと思ったんですね。で、この FP 自体は、他のカメラたちとね、他のメーカーのカメラたちと同じ CMOS センサーなんですけど、テイストとしてそっちに寄せてるっていうのが、シグマとしてもしかしたらあるんかなっていうのは今でも思ってるところですね。で、もともとはそんな写真を撮る、そういう風な写真を撮るためにこのカメラを買ったんじゃなくて、あの、機材バカとして選んでみただけなんですよね。で、あとはその、滝とかもたまに撮るから、ISO 感度は俺、あの、一番下で64があるんですね。で、そういうなんか、低速シャッターも切りやすいかなっていうのもあって、まあそういうとこも上げたんですけど、まあそういう意味でまあ買ったんですよね。だから機材バカで可愛いな、かっこいいなで買ってみて、マニュアルフォーカスのレンズつけて、で、これですね、私買いましたけど、EVF11 ってこのファインダーをつけてね、こうして、こっちか、こうしてね、使うと、マニュアルフォーカスも使えるからっていうので、もちろんこれも買ったんですよね。ただ、これね、ほとんど使ってなくて、まあたまに遊びで使うぐらいで、まあ全部遊びですけどね、たまにちょっと出てくるぐらいで、もうほぼほぼこうなんですよね。で、まあその、まあ画力があるからオートフォーカスでいいわっていうのはもちろんそうなんやけど、それプラスアルファはこの金属京都のこのレンズですよ。こういう質感の高いレンズがあるから、これ以外何がいるねんって感じになってくるんですよ。本当に。画力は抜群やし、で質感も高いしね。で、カメラのこの金属感すごいんですよ。この塊感が今、じゃーって言いましたけどね。この指輪に当たったこの金属ね。まあそうなんですね。もう男の人この金属感好きだと思うんですけど、まあみんなじゃないかもしれないけどね。で、すごいちょうどいいんですね、それはね。で、まあそんな意味で、まあ初めは機材で買ったんやけど、なんかこれ以上のもんがないなと思い始めたんですよね。で、ここを超えてくるのってこういう風な発想でいって、今のフォビオに至ってるから、
ホビオンがね、ホビオンの次が出るや出えへんやっていう話で出ますけど、それが、もしその話がないんやったら、多分私は、FP の FPL、高画素の方の FPL を欲しいなって思ってるぐらいなんですね。まあ、多分買わないと思うんですけど、で、そこも全部変わってきたんです。私、高画素があんまり好きじゃなかったんやけど、この、まあ、高解像なカメラになんでそこの色の解像が乗っかってリアリティを感じるかとかいうのが、ホビオンのセンサーが、まあ、4000万画素ぐらいあるんですよね。まあ、CMOS センサーで言うと4000万画素ぐらいあるんですけど、まあ、そういう細かな描写っていうのは、私はもう嫌いなこと、高解像っていうその言葉だけじゃなくて、その奥に潜んでる奥にある、その、高解像がゆえのそこに乗っかる階調っていうところに肝があったんですよね。なるほどな。じゃあ、だから FPL を出したんやっていうのがよくわかったんですよ。なんでそんな6000万画素のカメラなんかいるんかいやと思うてんけど、そんなね、もう、なんか高画素イコールクロップして拡大できるとか切り取れるとか、なんかそんな話ばっかりできるけど、私がもう今思ってる高画素のイメージってのは、完全に高解像なところに乗っかる階調の豊かさっていうところが肝やと思ってるんですね。それを考えると FPL いいなって本当に思ってしまってるんですよね。で、それが本当にいいかどうかは別にして、まあそういう私の頭の中のカメラ感っていうのは完全にこう180度もう転換したようなそういうカメラになったんですよね。で、これはちょっと言い過ぎじゃなくて本当にそうで、今の時電子シャッターってね、当たり前みたいになってきましたけど、私これ触った時っていうのはやっぱりこう違和感あるし、それでもコンデジでもまだレンズシャッター式やから、まだちょっとプチって音しませんか。これしないですからね、全然。まあ、そう考えると、今までじゃ考えられへんかったんやけど、まあこれをね、使ってて、もう全然違和感なく、もう楽しくて仕方がない、まあ今でもそんなカメラですね。ちょっとまだいつもみたいにね、同じようなこと喋ってしまったんであれなんですけど、ちょっとだけちょっと付け加えるとですね、もうカメラの使った感想の話をね、してなあかんからすると、この、なんていうのかな、後ろのこのね、ダイヤルが、これ、なんかその、それこそ、サポートで、ボタン変えてくれるらしいんですけど、めっちゃボタン弱いんですよ。もうなんか触れただけで、この画面がパラって動いてしまうぐらい、今出しませんけどね、パラって動いてしまうぐらい、なぜね、ボタン関係があんまり強くないかな。うん。で、ちょっとなんかバグとかもあるし、固まって動けへん時とかあるしね。で、これダイヤルはね、ダイヤルは結構ね、このカメラしっかりしてるからめっちゃ使えるんですけど、でもこのダイヤルもね、こっち回してんのに反対に回ったような数字になる時あるし、何かしらこのボタン関係がね、意外と弱いんですよね。まあ、そういう、なんか欠点はあるなっていうのは感じましたけど、まあそんな今までニコン使ってる時一切なかったんですよ、そういうのは。そういうなんかバグというか、こんなことあるんかいや、みたいなことが結構意外と起きるからね。起きるんやけど、その慣れてきたらご愛嬌で、もう電源落として、はい、はい、OK みたいな感じになってるから、あんまり気にもしないんですけど、まあ、そんな感じかな。それぐらいしかないから。それがあかんところで、それ以外はね、特にないですね。もう慣れてきたから何かあんま思いつかへんねんけど、まあ、なぜ金属感すごいなっていうのがあるか。まあ、それぐらいですね。で、この革のケースとかもね、すごく気に入ってるし、こういうやつですね。これなんか電池もね、このまま入れ替えるんですよ、こんな感じで。で、グリップは落ちるんですけど、まあ言うてこうやって掴んどいたらええから、全然大丈夫なんですけどね。で、こういうグリップも私買いましたよね。これ自分で色塗ったんで、この色のやつ売ってないんですけど、塗ってしたんやけど、これ結局使ってないんですよ。で、やっぱコンパクトに使いたいからって言ってこういう形になったんで、まあ、私のスタイルとしてはこっちがいいかなと思ってね、こんな感じになってますね。あと、この EVF11 はね、これすごい性能がいいので、やっぱバニュアルフォーカスのレンズを使う人は、まあ、ピーキングでも見えなくはないですけど、これは全部、ちょっと値段張りますけど、必須かなと思いますね。でも、完全にカメラが巨大化するので、まあ、それでもいいっていう人はありかなって感じですね。で、今この FP についてますレンズがね、45mmF2.8 ってレンズなんですけど、私これめっちゃ好きでね、めちゃめちゃよう映るし、柔らかいところですごく柔らかく映るから、一撮りもすごくいいんですよね。で、気に入ってて、で、もう一本ね、これ買った 24mmF には、もうカリカリすぎてちょっとしんどいなっていうぐらいね。まあ、シグマらしいレンズなんですね。で、これともう一つ私 90mm のレンズが欲しくてずっと言ってるんですけど、90mmF2.8 の i シリーズをまあ来年は買ってですね、またレビューしてみたいなと思いますので、その時はね、よろしくお願いします。まあ、この FP プラスアルファですね、DP2 クワトロをね、使って、まあ、シグマのね、カメラを使って、まあ、楽しんでいこうと思ってますので、
今後ともね、よろしくお願いします。そんな感じで、今日はね、この辺で終わりたいなと思います。ありがとうございました。バイバイ。